あ、お疲れ様です、プロデューサーさん、まみみさん。お疲れ様です。あの、お菓子を作ったので、二人ともよかったら食べてくださいね。はるかが作ったの？はい、私、お菓子作りが趣味で、今日はクッキーを焼いてきたんですよ。へえ。後でもらうね。空気を使わないでって、それじゃあ息できないんだけど。本当だ、もっとリラックスみたいな意味で、そんなのなかったっけ？それを言うなら気を使わないででしょう。あ、そうかも。それそれ、マミミっていうか、普通間違えないし。あ、ハルルンが笑った。ハルルンの笑顔、いただき。笑うでしょう。だって、空気を使わないで、だし。ごめんね、アミ。でも変わった呼び方するよね。そう？マミミンのこと、マミミンって呼んだらダメ？別に、ダメじゃないけど、よくそう呼ばれてるし。何が良かったんですか？プロデューサー。うん、そうだとプロデューサーは嬉しいんですか？そこそこに頑張ります。そうだ、そういえばクッキーがあるんだよね。はい、たくさんあるのでみんなで食べましょう。プロデューサーの分はありません、私が食べるんで。ハルルンのクッキー大好きだもんね。慌てなくてもたくさんあるよ。もちろんプロデューサーさんも食べてくださいね。何が変なこと言うから笑ってただけですけど、まあ悪くはないですかね。
ですか、それ。私だって会話くらいできますけど。まあ、それなりにやってますよ。